客様はほとんどが他店様で断られた、諦めかけてたんだけど叶ったみたいな、絶対無理だと思ってたみたいな、1000万挑戦する時が来るのかも、業界の最速っていうのを塗り替えれる男になれたらな。 SNS でこう人生は変わるよ。レディアルオペスタイリストの加藤と申します。美容師歴1年で指名技術売上500万を達成させていただいたということで、まあ、それに至る、まあ、学生時代からの経緯だったり、まあ、それを可能にした複雑履歴、宿毛矯正履歴のブリーチの技術っていうのを、披露させていただきます。ちょうどその専門に入学する前からコロナ期に入って、まあ、専門の丸2年間はコロナ禍での学生生活だったんですけど、まあ遊ぶ時間ってあんまり遊びに行くっていう時間がなかったので、逆にその美容、自分自身の美容の技術のスキルアップにかなり時間を使った学生生活でした。基本的にはヘアカラーになるんですけど、まあそれこそヘアキャンプさんのセミナーを購入させていただいたり、あとは実際に大阪にセミナーに、リアルセミナーに見に行ったりだとか、あとはウィッグで練習したりとか、友達の髪染めさせていただいたりっていうのを、2年間ずっとやらせていただきました。そうですね、アルバイトのお金はもうほとんど使ってましたね。自分にかけるお金はほとんどなかったです。僕自身中学2年生ぐらいから美容師になりたいって思っていて、結構その志したのが早かったっていうのはあると思うんですけど、志すのが早かった分やっぱり目指すところもどん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 高くなっていって、まあ、その結果というか、そういった思考じゃないですけど、そういうのになっていきましたかね。早く業界で活躍したかったので、まあ、僕が学生時代の頃にちょこちょこその特化型の美容師さんとかサロンっていうのがやっぱ出始めではあったので、やっぱそういったものを見て、やっぱ自分を何か特化した方が早いうちに業界で活躍できるなと考えて、ブリーチカラーに特化したって感じです。やっぱり僕自身お客様がやっぱ宿毛矯正をしている方が多いので、ブリーチ自体今まで断られてきた、初めてブリーチするっていう方がすごく多いので、やっぱその変化に感動してくださるお客様がすごく多いので、やっぱそういったところを見てるとやっぱ僕も嬉しくなりますし、すごいやりがいを感じる、素敵なというか、まあ、いい技術だなとすごい感じております。複雑履歴だったり、やっぱ宿毛矯正履歴に対するブリーチを全面的に押し出しているので、やっぱり来られるお客様はほとんどが他店様で断られてた方とかに、それこそワンブリーチとかの明るさではなく、しっかりとしたハイトーンのカラーを提供することで、なんか絶対無理だと思ってたみたいな、今まで断られてて諦めかけてたんだけどそれが叶ったみたいな感じが、そうですね、お客様からもよく言っていただけますし、あとはその SNS、 TikTok だったり Instagram でやっぱり知っていただいて、なんかこの人にやってもらいたいとか思っていただけたりだとか、例えば僕すごいよく言われるのが TikTok の人だとか、一番最初にカウンセリングで名刺渡すときにすごいキラキラした目で言われることが結構あるんですけど、やっぱそういったものは付加価値になってるのかなと思います。そうありますね。でも最速に関してはやっぱその500万売り上げっていう売り上げ記録も最速だと思いますし、その1年目、美容師歴1年目での500万売り上げっていうのと、デビュー月の売り上げっていうのは多分日本一の記録になったんですけど、まあ、今後は、まあ、渋谷店も夏頃に出す予定なんですけど、まあ、そこで、まあ、もしかしたら1000万挑戦する時が来るのかもって感じですかね。うちの店長金子が1000万やったり、
中村も1000万目指してっていうやっぱ背中を見てきたので、やっぱこの500万っていう記録もそうですけど、業界の最速っていうのを塗り替えれる男になれたらなとはすごい思ってるので、やっぱ挑戦したい気持ちは、まあ、ちょっと怖い気持ちもありますけどありますね。やっぱ僕ちっちゃい頃から結構野球とか結構長いことやってたんですけど、なんか内容は別にパッとしないというか、別に特別うまかったわけでもないですし、まあ、そんな感じだったので、ただそんな時になんか唯一その本気になれるというかものに出会えたというか、それがまあ美容師っていう道だったので、やっぱそれがまあルーツではあるんですけど、まあなんかやるからには、なんかせっかく熱中できるものが見つかったからこそやっぱ頑張りたいなっていうのはすごいありますね。本当になんか素晴らしい職業だなって思ったんですけど、やっぱり世の中のイメージとしてはやっぱちょっとマイナスなイメージを持たれがちなので、やっぱそういった社会を変えていきたいっていうのはなんか美容師をやる上での最大のテーマじゃないですけど、そういったものはもうずっと学生時代から思っていて、じゃあ何ができたらこれが変えれるんだろうっていうのは結構考えるんですけど、なんか例えばですけど、まあ、離職率の改善だったり、まあ、それをやっていくのであれば、例えばですけど離職の原因っていうのを考えて、例えばまあじゃあ手荒れだとしたら手荒れがしにくいものを作ったりだとか、シャンプーで腰が痛いなら腰が痛くなりにくいようなアイデアを出したりだとか、まあ、実際に今もやられてる方すごい多いと思うんですけど、ある程度影響力がある人間がやっぱそういったことをやった方が広まりやすいかなとは思うので、やっぱなんか、まあ、今挙げたのはすごい、まあ、すぐ浮かぶようなものなんですけど、将来的には、まあ、こういう日本一だったりそういった記録を積み重ねていって影響力を持った状態で、まあ、いろんなことを考えてやっていけたらなっていうのはすごい思ってます。SNS で結構人生は変わるよっていうのを伝えていきたいですね。これから美容師になる美容学生の子だったり、今美容師になりたてのアシスタントの子だったり、僕と同世代の方はもちろんですし、上の方、上の世代の方が見ても必ず刺激になるセミナーだと思います。ぜひ見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。